もう本当にこれどうなってるの。世界に行ったらドッキリの仕掛けみたいな弾が置いてあるし、それ拾ったらいきなり知らないところに来ちゃうし。で、あれ？ここブロードウェイに似てる。なんか天井もあるし、スポットライトが街を照らしてるけど、でもこの景色、タイムズスクエアの、なんかよくわかんないけど、でも来ちゃったのは仕方がないし、ちょっとだけ見て回っちゃおうかな。よくわかんないけど、本物の街みたい。あ、ここの劇場も、テレビでよく見る有名なところだ。ん？その隣は、あんまり見たことない劇場みたいだけど、何を上演して。つかさりよ？あ、なんか、傘だけずるくない？あんなでっかくポスター貼られちゃって。でも世界ってもともと司の思いから生まれた場所らしいし、これもそういうことなの？でも私だってクリスマスショーとか人魚姫で主役もやってるし、どこかにあったりしないかな。あった。なんだ、あるじゃん。クリスマスショーも人魚姫も、ハロウィンショーも、街と森の民のショーも。すごいな、私のポスターが。ブロードウェイに。って、うっかり感動しちゃったけど、ここ本物じゃないんだった。足元を見ないで空を見上げるのよ。ほら、とっても綺麗な虹。え、今の声。ねえ、私と一緒に空を飛んでみない？大丈夫よ、自分を信じて。やっぱり昔私がショーの練習をしてた時のこの映像、うちにしかないはずなのに。もうここ何でもありな感じ。でもなんか思い出すな、あのクリスマスショーのこと。私はショーが大好きだから、失敗するかもとか、清流院に勝てないかもとか、そんな風に悩まないで思いっきり歌おう。司やエムやルイ、それにミクたち、みんなのおかげで、そのことに気づけたんだよね。みんながいたから、私は。あ、映像が変わった。私がいつか世界中でショーをやりたいって言った時も、みんな笑わないで真剣に聞いてくれたんだ。だから、みんなと離れることになった時は、寂しかったな。え？なんで？なんでこのタイミングでそれなの？だって私は、みんながいたから、私は、私にはまだ、みんながいてくれないと。あ、戻ってきた。あら、
ルカさん。実は。思いのかけら？ええ。そっか。ドッキリとかじゃなかったんだ。でも、誰かの思いか、あの場所とか、あったものとか考えると、私の思いなんじゃないかって。って思えてくるけど。ねえ。え？うん。聞きたい。そうね。でも、うん、それは、あ、そうなのかな。でも。迷いか。やりたいことがあるとき、スパッと決められる方が、すごい俳優になれたりするのかな。あら。きっと。ルカさん、ありがとう。ルカさん、私、ちゃんと考えるよ。私の夢のことも。司やエムやルイと一緒に、もっともっと成長したいっていうことも、たくさん迷うことになるかもしれないけど、それでも、胸を張って言える答えを、私も、見つけたいから。大丈夫よ。